よーし、コロスケ、布団干すからちょっとどいて。皆さん、こんにちは。コロスケの飼い主です。ありがたいことに最近私の誕生日だったんですけど、その時この動画にも出てくる弟からこんな誕生日プレゼントをもらいました。こちらです。皆さん、このキャラクターご存知でしょうか？こちら、大阪の通天閣の守り神、ビリケンさんになります。このぬいぐるみもらったはいいですが、あまりにも使い道がなさすぎるので、今回コロちゃんにあげてみます。飼い主、ようやくするとあまりにも使い道がなさすぎるから動画のネタにしたってことや。ちょ、ごめんコロスケ、ビリケンさんに失礼だからちょっと言葉には気をつけて。コロちゃん調べによると、ビリケンさんはめっちゃいいやつ。まず色がいい。コロちゃんと同じような色をしてて色がいい。でも難点が1個ある。さっきコロちゃんが調べたんだけど、足が臭くないことだ。さっきコロちゃんがビリケンさんの足の匂いを嗅いだが、無臭だったのが難点だ。さよならビリケンさん。また会う時があれば楽しみましょう。